米中の対立は、日本にとってはもう大チャンスだと思います。うん、で要するに今まで中国にあこう抜けていたビジネスが日本に帰ってくるで、それが典型的に今出ているのが半導体で、海外のこんな大型の投資が日本に来るっていうのは、もう本当、こんなのですね、あの戦後初めてのことなの、これはもうもしかしたら日本最後のチャンスの可能性が高いと思います<ー>日本株ってやっぱりボラティリティが高いんです、結構変動が大きいんですね、はい、なので、だから長期投資に適しているか、確かにそうなんだけど、ただ、一気にね、 高値掴みでドカーンって買っちゃって、長期投資をすると、あんまりリターンがないっていうリスクもあるので、私はやっぱりあの積み立てでちょっとずつ、日本株を買っていくっていうのであれば、あのはいる可能性は結構高い同じようにアメリカも買っていく、うん、私はまあ、そうですね、やっぱりア,アメリカのインデックスとか、世界株インデックスとかいいとは思いますが、うん、あだから為替リスクとかね、そういうのが嫌いな人は、日本株でいいんじゃないか。な 日本株は長期投資に適しているのかということで、え、皆さん再びお手元のボードを上げください。どうぞ。あ大前提として、長期投資に適してるっていうのは有料なんですか。有料。あの、素晴らしい。いい質問です、ね、あ、いい、あ、いいことなってます。なんか、長期投資がいいのかって話ね。長期投資は、えー、あの、いいことなんですか。いや、だか長期、長期じゃないとリスク高いと思いますけどね。うん、じゃあ。いい あの、つまり、とてもいいこと、長期投資に適しているものっていうのは最高なんだよっていうのが、一応もう前提としてある。うんはい、まあ、立場によりますけど、ね。立場で。まともな人にとっては、そうじゃないですか。うそう、まともじゃない。結まともな人。<ー>そうですね。そ人,人や外にば、当ててやろう。もう、なんというふうには何うも、まん、なん、なんで。吉村さんには向いてない。 あ,ね、<laughs> あの人は今日経済に向いてないですからね。はいすみません、ぶ渕 <laughs>、はい、さんがイエス外国人投資家の言いなりにななりすぎない、はいえーとまあ、日本株がこれからデフレ脱却して本当に長期的に上昇していくかどうかってここに鍵が私はあると思っていて先ほどお伝えした通り海外の投資家がかなり日本株を買っているとじゃあ、彼らは株主になるのでいろいろものを言って 来たたりすする人たちもいまその方々の狙いの一つは日本って先ほど設備投資をたくさんやってるっていうようにキャッシュを結構持ってる会社が多いんですようん、うん、お金持ちなんですよ、はい、じゃあこのキャッシュをどうしてほしいかって言ったらやっぱ配当を出せよ、うん、で自社株買いしなさいよみたいなそういうニーズがやっぱりかなり多いんですねでもやっぱり本来あのあの長浜さんがおっしゃった通り設備投資その会社がこれから長期的に成長するためにお金を使っていくべきなので あんまりこう海外投資家の方に有利になるような配当をいっぱい出したりとか自社株買いでお金を使っちゃうと富の移転が起きてるだけなんですよじゃあ本当に金融発でお金がすかすかになっちゃって日本の企業がこれから成長するまあチャンスを失っちゃうので海外の方が入ってきてくれるのは嬉しいだけれども言いなりになりすぎずにしっかりとこれから成長していくためにお金を使っていくここがポイントかなと思っています。長期投資にねよね 楽じゃないですか、言いなりってね。なんかね、僕だけは、そうね、会社株買いしてるじゃないですか、日本企業ね、お金使っちゃってるんですよ、かなりそこに。使っっちゃてますよね企業として、それってどうなんですか一部、呼び水として必要なんですけど、やっぱり設備投資とか、あと人的資本、バランスですよね、なりすぎない、言いなりもいいことありますからね、もちろん、やっぱり海外の方が来ないと株は上がらないので、ここは大事。 だけれども利益を生み出す体質に変わっていけるかどうか。なるほど。いみません続いて、ちょっと、はい、ロイエスへ、地政学的優位性、<う>日本は地政学的に優位、米中の対立は日本にとってはもう大チャンスだと思います。<う>で要するに今まで中国にあこう抜けていたビジネスが日本に返ってくる。 でそれが典型的に今出ているのが半導体で TSMC の投資って今1兆円投資して累計全部足したら4兆3000億ぐらいになるんですよねでおそらく TSMC ってもう第2工場も決まっていておそらく第4工場まであるんですでさらにマイクロンってアメリカの半導体なんかも2兆円投資するっていうことで海外のこんな大型の投資が日本に来るっていうのはもう本当こんなのですね あの戦後初めてのことなんです。<ー>で、これがこんな集中的に起きているっていうのは全部米中の対立から来ていて、うん、そのこれから米中の対立がもっと深まってサプライチェーンの組み替えやっていたら、日本は最も自由民主主義陣営では信頼できるパートナーだというので、もっと来ると思います。うん、ですので、日本はそういう意味ではもうあの大チャンスが来たと思います。で、大チャンスを生かすためにはですね、はい、あのやっぱり投資をしないといけない。うん、ですからそのためには今マウさんが言われた 内部ををこれを外国人投資家にこうばらまいてもなのでこんなことよりも今 DX グリーン対応ですねそれから人手不足対応それからサプライチェーンの組み替ええー、とこうやることいっぱいあるのでそういうところにお金を使って本来の競争力を身につけて収益力を高めれば 自動的に配当が来なくても外国人買いますからうそういう方向に企業が向かったらです、ね、あのこういう地政学的な優位性を企業も生かしてちゃんと利益を出せる体質になって日本は長期的に投資に向くという方向に今、向かい始めたというところだと思いますだから,、ねだからまあ、言うならば、うん、ではこれができたら今までやってるよという,うな、ね、反論があるとして違うとチャンスなんだと。 ここでやんなかったらしょうがねえなってこれはもうもしかしたら日本最後のチャンスの可能性が高いと思います、はい、ここでやんなかったらですねもう本当にあの内部留保出しちゃって、うん、企業からお金なくなっちゃいましたと、うんでえー、海外からも日本は依頼されてるのにいや人手不足ですいませんもの作れませんなということになっちゃったらはい、はい、もうあの本当に長期的な衰退に向かう可能性が高いと思います。はい はい、ありがとうございます次、中濱さん、えー、イエス、積み立てならまずはその、よく、ね、あのメディアで日本株と日本経済を結構一緒に、ね、あの議論するようなことがあるんですけど、まあ、そもそも私は一緒だと思ってなくて要は日本株って結局、日本企業ってグローバルで,、ねでね、展開しているわけだから、はい、別に日本経済があのそんなに良くなくても、まあ、日本株は、まあ、トレンドで見たら上がっていくと思うんですよね。うん なんですけども注意が必要なのがあの日本株ってやっぱりボラティリティが高いんですよ結構変動が大きいのでだから長期投資に適しているか確かにそうなんだけどただ一気にね結構高値値掴みでドカーンって買っちゃって長期投資をするとあんまりリターンがないというリスクもあるので、うん、まあそういった意味ではあの、まあ、日本株もいいですけど私はやっぱりあの積み立てでちょっとずつ日本株を買っていくっていうのであれば。 あのはい儲ける可能性は結構同じようにアメリカも買っていくと。うん、私はまあそうですねやっぱアメ,アメリカのインデックスとか世界株インデックスとかいいとは思いますが。うん それみんなやっちゃうとね日本に投資が入らなくなっちゃうんであ、でねね、<laughs> だから為替リスクとかね、うん、そういうのが嫌いな人は日本株でいいんじゃないかなと思います、うん、ああ、もうこれ攻めたくて一択これもう本当にいいからもう一回しちゃいます,ますはい、ね、最後あなんかそうだけどそうだよ、退屈って書いてますけど <laughs> 退屈そうな感じで今い,、ね、いやいや、あのー、ちょっとプロ的な話をするとな長浜さんとちょっと言ってること違うからちょっと気になんだけど、うん、ボラティリティ高いっていうのは 昔の話じゃないの。いや、十年でもどうなのい。いや、でもかえでも為替とか動けば結構ボラティリテ高いんじゃないですか。アメリカ株も多分今でも高いと思いますけど、日本株も。うん、そうか。え、どどうですか。数字で測ったら日本もだいぶ落ちたのは落ちましたね。うん、あまあ今ね最近までか為替が結構安定したのはあるかもしれないですけど。最近ら。為替が動けば結構動きますか。昔だからバブル期とかね、うん、あるいはその。 竹中平蔵時代とか、まあ、いろんな事件が起きた頃はすごいボラテリィティ大きいし海外とか為替とかに振り回されてたんだけどリーマンショック後はあんまりあまあまあその震災の時に下がりましたけどアベノミクス上がった後はそんなに下がる局面もむしろ上がりにくいし下がりにくいとつまり退屈な株、うん、一番退屈なんで後回しにされてたわけですよ。イベントがない、うん、な日本は あの安心だとうん、うん、なぜ安心かというと何も起きないからだといいことも起きないけどうん、うん、悪いことも起きなくて、まあ、ずっと大体このまんまだと、うんね、物価も30年変わらないしと、うん、だから投資ってやっぱり上がんないと面白くないからうん、うん、後回しになってたんですね、うん、でも逆に言えば下がらないっていうことなんで、うん、バブルになりにくいってことはあのバブルじゃないから崩れないっていうだから高値掴みってまあ 瞬間的にあるけど壮大なバブルにはもうなりそうもないから壮大に崩れることもないって考えると長期っていう意味では、まあ、安心はしやすいかなって<ー>ダウンサイドリスクがそんなに高くないからだけどあ,あんまり一番上がりそうには確かに見えないから、うん、なんか株やって上がって楽しいわって思いたいんだったらやっぱりアメリカ株を買うのがまあ普通なんですよねこれは今までもそうですけど今後もこれは変わらない感じですか、うん どううでしょうね、うん、僕は変わらないと思いますけどね安定志向じゃないですか、やっぱり結局<ー>日本はだからこそ日本の時代がそろそろやってくると僕は思っているんですけど、うん、安定がかつことがあるかもしれないという、うん、だって今までみんな派手にパーティーやりすぎですよ。<で>今職であれ壊れたのにあの後とも世界的に量的緩和なんかの,の日,日銀のだめな、ね、中央銀行だけかと思ったら世界中でみんなやっちゃって。うん この大パーティーの後とどうするのかなっていうのがあります、ね、はいうん、あのこれ、長期って言って一言で済ましてますけれどもあの日本は長期って言ってもその人口減少の本当に悪影響が出るまでと出た後ってちょっと分けないといけないと思うんですよね、今日のここの話は出る前っていうちょっと限定してそれはおそらくまあ15年から20年前後じゃないかなというふうふに思います。でも長的言 人口が減ってもその時は少数制で海外で儲けるから必ずしもそれ日本経済はシュリンクするけど株は買いじゃないむしろ買いじゃないっていうことじゃないでそ,そ,そういうことなんですけどさらに作り加えるとすればそれでもやっぱり私はアメリカの株の方が強いと思っていてそれはなんでかというと。<laughs>